玉川原橋から見た南山東部地区高度成長期に土砂採掘により生まれた崖地南山東部土地区各整理事業とは東京都稲城市の市域南端にある丘陵地帯で地権者により実施されている民間の宅地開発事業の名称である南山とはこの事業が行われている山林の通称でその全域が私有地である宅地開発が進んだ 多摩丘陵の北部では珍しく、近年まで宅地化されずに残った里山の一つであるが、この区画整理事業により一部を除いて、住宅地や霊園、商業施設、道路等になる。南ム山内部の農地と二次林不法投棄された、自動車がけを知らせる、看板住所表示では、稲城市矢野口と百村にまたがる地域である。かつては、 里山として利用されており、江戸末期には陰山に近い状態であった。また、戦中から戦後にかけては、大半の木々が伐採され、農地として利用された。その後、高度成長期には、稲草と呼ばれる砂が、建設資材としてこの丘陵地から大量に採取され、丘陵北部の地形が激変してえぐれた崖地となった。また、そもそも急峻な地形の上に、 北向きの斜面であるため、農地としてはあまり魅力的な場所ではなく、戦後の食糧難が落ち着くと、南山の農地の多くは工作放棄されて荒廃した虹林に覆われることとなり、粗大ゴミや自動車の不法投棄なども行われるようになった。給料地南部は株式会社読売ランドが所有することとなり、東京読売カントリークラブや多摩サーキットが建設された。一方、 現在の稲城駅のある一帯は、亀山と呼ばれた尾根で、中世には、山城が築かれていた。亀山の先端は、現在の稲城中央橋のあたりまで伸びていた。その他、東部には日本、山妙法寺や、ありがた山石本家群、西部には、妙見寺や北新妙見村などの宗教施設も、存在している。前述のように、高度成長期においては、南山地域は、 緑地、農地としての魅力に乏しかったために主街化地域に指定され、昭和40年代から宅地化に向けての議論が展開された。1971年には、当時の住宅公団が、ナム山地区も、多摩ニュータウンに含めることを検討したが、地権者らは、住宅公団が建設した団地が、住宅公団が建てるのは、アスファルトとコンクリだけ、 生活の中の街づくりじゃないとして反発。緑と住まいが混在した小建て中心の住宅街を理想とする知見者らによってこの計画は中止に追い込まれた。その後はバブル経済の成立と崩壊など社会状況の激変が見られたが平成18年に土地区画整理組合の設立が認可され宅地化の実作業が開始されることとなった。しかし、 この事業に対しては、市の内外に根強い反対論があり、計画が具体化した2001年以降、現在に至るまで様々な形での反対運動が展開されている。稲城はもともと山林と農地しか存在しない地域で、あったために、南無山地域の緑地、農地としての価値は以前は低かったが、多摩丘陵部における、多摩ニュータウン、紅葉台地区、長峰地区、 若葉台地区の建設や平地部における宅地のスプロール現象の結果、南山地域の緑地としての価値が相対的に上昇し、南山地域の宅地開発の是非を問う議論が巻き起こることとなった。その講師となったのは南山の自然を守る会、稲城の自然と子供を守る会による問題提起である。これらの団体は2001年4月25日の 開発計画発表を受けて2001年7月12日にウェブサイトを開設。また、地権者や市議会議員なども交えた南山懇談会を開催し、2001年8月には、南ム山東部地区における緑地保全に関する陳情として7848府での署名を稲城市議会に提出した。こうした動きの結果、地権者側は、 同会との話し合いに入ったほか、市民会議や市議会での議論も行われた。この一連の議論の結果、当初は開発計画への反対の姿勢を見せていた南山の自然を守る会は、姿勢を転換し、宅地開発と緑地保全を可能な限り両立させられる案を模索。2002年11月には、都市設計課の一万は、 敏郎老の協力を得て4種類の設計図を発表して市民の意見を募った。しかし知見者及び市は A 案から D 案までの4つの市民案の実現は困難との認識を示したため南山の自然を守る会は2004年5月に新たに E 案と名付けられた設計図を里山古門図案として提示した。この E 案では 地権者側の案である、奥谷宿地区を5ヘクタール弱の都市公園として残すという考え方に対し、奥谷宿地区から西をすべて里山として保全して、区画整理事業の対象とならない南山西部地区の里山と一体化して保全するという考え方が示されていたが、最終的にはこのプランも地権者側には受け入れられず、結局、 奥畑や都地区の西側の住宅地内に小規模な雑木林をコモンズとして可能な限り保全するという妥協案がまとまった。こうして生まれた里山コモンズ案は現職の市長であった石川良一も応援するところとなり、2007年に行われた稲城市長選挙では石川良一がコモンズ案の推進を公約に取り入れて、 南山開発の中止を公約の一部で訴えた、対抗候補の岡田隆を破り当選を果たした。この際には、石川、岡田両候補が、青年会議所主催の公開討論会に登場し、南山東部開発問題をめぐって、激論を戦わせた一方、2005年には、南山東部地区の宅地開発反対を掲げた、新たな市民団体、 稲城の里山と史跡を守る会が結成され、署名活動や勉強会などを活発に展開した。この動きについては、日本共産党及び稲城市議会の会派、市民自治を前進させる会が支援に回った。また、この議論は、マスコミも注目するところとなり、週刊現代、TBS 噂の、東京マガジン、朝日新聞などが記事に取り上げた。 ナムサ部開発反対運動は、ナム問題市民連絡会という形を取るようになり、2008年8月には、市内外2万筆以上の署名を集めて市長に提出。市当局に、ナムサ部開発支援の再考を迫った。これに対し市当局は、ナムサ部開発問題についてはすでに議論の積み重ねがあること。 私有地の区画整理であり組合設置も認可されている以上、市当局にできることは限られていることを理由に、開発容人方針の転換を拒否した。また区画整理組合側も、この署名と要望書においては、南山の自然を守る会との対話プロセスが無視されているとして、計画の再行を拒否した。組合は2008年9月29日に市議との一件、 交換会を実施したが、日本共産党や市民自治を前進させる会は、この意見交換会の案内文の文言書きに、入らないとして、出席を拒否した。反対運動はその後も続けられ、2009年2月28日には、稲城市内の一農家が主催する、稲城里山元気塾が、東京都稲城市のタヌのクラス玉給料。 開発事業見直しを求める署名と題された、電子署名活動を開始。また同じ頃に、スタジオジブリの高畑勲が現地を視察し、3月に、テレビ朝日系の、スーパーモーニングに出演して、南山東部地区区核整理事業への批判を展開した。この頃から、南山は高畑が監督したアニメ映画、平成た抜き合戦ポンポコの舞台であるとの主張が、 反対運動に取り組む人々によってなされるようになった。同じく2009年3月には、南無三問大市民連絡会が、市内外2万5000府で今日の署名を集めて、市議会宛てに、稲城の宝南山の自然を未来の子供たちに残すための請願を提出。この請願は、建設環境委員会で審査されたが、請願推薦会派から、継続審議の同義が出され、 結論が先延ばしとなった。共産党、市民自治を前進させる会、富永淳次郎など事業に反対する市議は3月27日に2009年度予算案の中に含まれる事業への補助金の支出を凍結する、同義も提出したが、否決されている。4月には、週刊誌、SPA が東京ドーム19個分東京最大の 里山破壊計画を許すな。と題して4ページにわたる同事業への批判記事を掲載している。また5月には環境活動家のポール・コールマンが反対運動に加わり、この区画整理が東京のオリンピック招致の障害になると主張。石原慎太郎と知事との間に論争が勃発した。南山東部地区の宅地造成工事許可。 標識開発中の南山開発中の南山、有り山付近の円形2021年9月に暫定開通した稲城読みりランド坂トンネル。多摩都市計画道路田3.42号、読みうりランド線の一部分であり、都道124号線は将来的にこのトンネルから、南武山地区を大回りするルートに変更される予定。2009年5月10日には、 起工式が行われ、衆議院議員の伊藤達也、都議の小磯明と、原田京子、石川市長、前述反対三回派を除く市議らが出席した。5月29日に行われた、石原慎太郎都知事の定例記者会見では、事業への土税投入の妥当性についての質問も出たが、石原は、崖地の危険性や、住民の合意形成プロセスが存在しているとして、 事業への指示を表明した。また6月22日には、稲城市議会建設環境委員会で、ナム問題市民連絡会提出の請願の不採択が決定し、続く本会議でも、この請願は不採択となった。この陳情の採択に賛成したのは、日本共産党市民自治を前進させる会、チェンジ21の3会派議員である。一方、 対立を収集しようという動きも始まり、6月29日には、市民による対案の内容を検討するワークショップが開催され、事業組合側の都市計画プランナーや稲城市の担当課職員も議論に参加した。しかし藤原愛子、荒井健平反対発主議と、ナムさん問題市民連絡会はワークショップ主催者の立場が、 稲城市や組合寄りであると主張してワークショップへの参加を拒否した。2009年9月7日には東京都議会に稲城、ナム山、縄文、古代、大高の森、ありがた山緑地を実現することに関する陳情が提出され都市整備委員会に付託された。この陳情は11月27日に審査され、12月16日に不採択が議決された。 市議会、都議会を舞台とした各種の活動が全て頓挫した結果、反対運動グループのうち、南無山問題市民連絡会は、区画整理事業阻止を断念し、区画整理事業の中で、遊歩道整備や森土計画の見直しなど6つの項目を、組合側に応急するという路線変更を行った。2011年の統一地方選では、反対派市議の一人である、 藤原愛子が海洋稲城市民の会を結成して市長選に出馬。また反対運動の一つチームポンポコの中心メンバーである武田正人も同会から市議選に出馬したがいずれも落選。反対派市議の藤井正文は同会から出馬して落選。同じく反対派市議の富永淳次郎は市議引退となり日本共産党を除く。 反対派走りの議席数は、新い県のみと、4から1へ激減。姿勢における反対運動の勢力減退は顕著なものとなった。2016年10月24日、プロ野球球団で近隣の読売ランド内に2軍、3軍の本拠地を置く、読売巨人軍が当地区内に2軍の新球場を2023年3月末を、 目標に解説し、ナムサント土地区画整理組合と土地売買要約契約を締結した。東京ジャイアンツタウンと称したこの計画は、新球場の他に商業施設も併設した都民の憩いの場を目指し、稲城市を始めたとした多摩地域の振興を図るという。ナムサント地区区画整理事業については、市民からいくつかの提案が示されている。上述のように、 南山地区の区画整理問題に対する市当局の姿勢は基本的に開発容認であるが2008年8月24日には稲城市長宛てに南山開発絶対反対着工したらぶっ殺す殺されるのを楽しみにしてろとの文面の電子メールが送りつけられたこの脅迫事件の犯人は稲城市内在住の会社員で11月21日に書類送検された ありがとうございます。